はい、お疲れ様です。おしょうです。はい、机上のドリフトシリーズですね。はい、第2回目になるんですけども、まあ、具体的にねちょっと練習する上でちょっとやっていきたい部分ではあるんですが、はい、ここからですね、前回はまあ簡単にねちょっとご紹介したんですけども、内容的なものはこんなことやりますっていうのをちょっと話したと思うんですが、ここからですねいよいよ具体的にやってみたいと思います。はい、でまあ机上のドリフトってまあできることといえばね、まあ、モニターを使ったり、ですね、何か絵を描いたりとかっていうのもいろいろやっていくんですけども、まあ、主にですね、まあ、これを使って解説していきますけれども、まずですねドリフト、ね、タイヤのを滑らせるのがドリフト。もちろんねグリップとこう話がね混在するとあれなんですけど、とりあえずタイヤを滑らせて縦方向のグリップを空転して、まあ、空転した状態で横へ動かすというのが、まあ、ドリフトですよね。まあ、形的にはもうなんかこう頭で分かってる部分はかなりあると思うんですけども、実際どういう原理でそうなってるのかっていうのをちょっと知っておかないと、タイヤの選択を間違えてしまったり空気圧を間違えてしまったりね、あとはまあ車のセッティングを間違えてしまうっていうことは結構あるんですけれども、その自分が何ですかね求めるステージ、どこまで上手くなりたいとかどんな風な走りがしたいとか、そういったところでやっぱりこうある程度ね物理的なところが分かっていた方がまあ本当に上達は早いです。で私のこの机上のドリフトでですね、必ずちょっと先に言っておきますけれども、見た目が先でセッティングをしないようにしていただきたいです。なので車高とかねエアロがついてるかとかね車は何とかねそういうことではなくって、まあ、まず物理的なところから説明していきます。でまあ、どうしても自分がねそっちが先だっていうんであれば、まあ、それは結構ですと。それはね、ただ上手くなりたい、ドリフトができるようになりたい、まずはドリフトやりたいっていう人向けに、話をしていきます。なんでちょっとねそこら辺はあの別問題です。まず車っていうのはこう縦方向にね縦方向にタイヤを使って最大限グリップをしてあげれば当然加速速い一番速く加速できますよね。でホイールスピンしないと今度ドリフトはできないので、ホイールスピンすればするほど今度加速が落ちていきますよね。でその状態っていうのは非常に不安定なわけですね。滑ってるのでこうタイヤが設置している圧力が非常に弱いっていうことになるんですよ。で滑っているものを止めなきゃいけないんですね。滑っているものを止めなかったらスピンしちゃいますから、ドリフトといえども横に行けばいいのかっていうとそうじゃないんですよね。行けば行くほどスピンしてコーナー曲がれないですよね。今度ねスピンしちゃうとね、だからスピンをさらに止めるっていう動作、タイヤを滑らせるんだけれども止めるっていう2つの要素をしないとコントロールができないですよね。そこは多分分かっていただけると思うんですけども、まあ氷上、氷の上とかあとまあ雪、まあそういったね、まあ雪上とか氷上とかっていうところで練習するとものすごいゆっくりね速度遅い状態で練習できるので、まあぜひおすすめしたいんですが、まあ氷上になるとちょっと難しいかな。氷上はちょっとトラクションのかかりとかがね分かりにくいと思うんですけども、滑らせる方は意外と分かりますよね。パワーのある車でアクセル全開にしてね、ホイールスピンさせればいいわけだし、まあ、ゼロからやるのであればクラッチ切ってアクセルをね、まあ、最大トルクよりも上の状態に空ぶかししておいて、最大トルクよりもね下の状態で空ぶかししてクラッチドンってつなぐとミッションとかあの LSD がね壊れる可能性があるので、それは気をつけてくださいね。必ず最大トルクよりも自分の、まあ、その車のね最大トルクよりも上の回転域で空ぶかししておきますね。でその状態でクラッチをポンと離せば、とりあえず離した瞬間もアクセル全開にしちゃっていいと思いますけども、そうするとホイールスピンしますよね。でその状態から止めなきゃいけないですね。止めるっていう動作をまずじゃあどういうふうにするかっていうと、この車はちょっとねサスペンションがついてないんで分かりにくいんですけども、車っていうのはですねアクセルを踏むと、アクセルを踏んだ時にね、まあ、発進する時に FR の車見たら分かると思うんですけど後ろが沈むんですよね。
アクセルを踏むと後ろが沈むんですよ。でアクセルを離すと後ろが浮くんですよね。なのでこの2つの動きをちょっと覚えておいてください。アクセルを踏むと後ろが沈むんだなっていう、アクセルを離すと浮くんだなって覚えておいてください。そうすると一つまず分かるのは、アクセルを踏みすぎるとホイールスピンが始まって、それをホイールスピンの状態、一番いい状態をキープするっていうのが重要なわけですよね。ホイールスピンしているんだけれども前にも進む、これがドリフトですよね。ホイールスピンしていながらも前にも進んでいく。ホイールスピンしているだけだったら止まってる状態ですよね。ただずっと空転しているんで、前にやっぱり進まなきゃいけないんですよ。でさらにドリフトなんで横にも行くっていうことですね。横にも行くんだけれども、横に行ってる状態で今度はブレーキをかけてあげないと、そのブレーキっていうのはこのタイヤにね、抵抗をかけてあげないとスピンしちゃいますよね、こうやって。でそのコントロールの中間ですね、中間をコントロールするためにはアクセルオンで後ろが沈むんだなっていうのが分かってれば、アクセルを踏んだ時に減速トラクションがかかるんで、なので初心者の方が一番多いんですけども、あスピンするなって思った時にアクセルを離しちゃう、またはブレーキをかけてしまうんですよね。それが非常に危険なんですよ。まあ、場合によってはもちろん必要な時もあるんですけど、速度が高すぎたりしたらね、それはまたコントロールの幅がちょっと違ってくるので、あスピンするなと思ったらアクセルを限界まで抑えながら踏んでいく感じなんですよね。常にアクセルをちょん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 っていう感じで、アクセルを最後の最後までほんのわずかでもいいから踏み続けるんですよ。そうするとスピンが途中で止まります。スピンしていても途中で止まってくれるんですよね。完全にくるんと回らないで止まってくれるんですよ。例えばこうコーナーに入って、あ回るって思ってアクセルを離しちゃったりブレーキかけちゃったりすると、前に荷重がこうかかるので後ろがさらに接地が弱くなるのでスピンしちゃうわけですよね。だから初心者の方がね、一番スピンする原因はほとんどがそれなんですよ。あスピンするってなった時にアクセルを離してることが多いので、でもう一つはじゃあ踏めって言われたら踏み抜いちゃうんですよ。今度踏み抜いちゃうとホイールスピンしていたものがさらにホイールスピンするタイヤの回転が速くなるので、それも回っちゃいます。なのでその中間を見つけるために絶対練習で必要なのはスピンすることなんですよ。スピンをコントロールするってことですね。とにかくオン、アクセルオンで常にスピンをキープするっていうんですかね。でブレーキにも使えるので、アクセルオンで、なのでそのキープした状態で、カウンターっていうのはそれに合わせていくんですけれども、ハンドルを切ってね、このカウンターを当てるっていう動作は行きたい方向に両方合わせていかなきゃいけない。滑っているタイヤの横に移動する、リアタイヤが横に行くのに合わせてカウンターの量っていうのも決めてあげなきゃいけないんですけども、そこのねカウンターの当てる量とアクセルの踏む量っていうのはやっぱり定常円とかね、一定の円を描いてるとすごく練習やっぱりしやすいので、そのね初心者の方とかで、ね、の中にごく稀にジムカーナ上で練習するのをやっぱ恥ずかしいと思ってる人がいて、なのでいきなりコースを練習、ね、いきなりコースから入るんですよ。まあ、初級クラスとか初心者クラスっていうのがあったりするとね、まあ、別にスピンしても何をしてても練習してるんだなって思われるからいいんですけど、ジムカーナ上でやっぱりやった方がいいレベルの時があります。それねどういう状況かっていうと、やっぱりアクセルとカウンターのその兼ね合いですよね。それはやっぱり定常円の方が覚えやすいです。ゆっくりゆっくりできますんで、うん、で定常円を回っていてもやっぱり自分の理想の円の大きさっていうのはやっぱりね結構難しいんですよ。これ理想の円の大きさを描くためにはハンドル一定でアクセルでずっとこうやればね、アクセルワークの練習になりますし、アクセルある程度一定でハンドルで動かしてみるとか、そういう練習ができるので、やっぱりそういう練習っていうのはコーナーの全コーナーね、いろんなコーナーによって変えていけるんですよね。8の字も一緒なんですけども、やっぱり8の字なんかも本当に難しくて、まあ8の字のね練習する
方法とかライン取りとかも今後やっていきますけれども、いろんな要素をまず低上限で練習していただきたいんですけれども、その練習するときにアクセルのねオンとオフでどういう風になるのか、低上限に関してはそのアクセルワークで回るで、ハンドル の, そのカウンターの量とアクセルの量をシンクロさせるっていう練習の部分ですよねになるので、まずはそのアクセルワークすごくしっかり覚えて、車がまあドリフト中にねアクセルを踏むと後ろが沈むんだなっていう原理を知っておいて、でいろんなね車の動き加速するときにちょっと意識してると、アクセルオンで後ろがグッと沈む、そういう感覚とかも普段の運転でもね少しね感じることができるので、無意識に運転してねこうやってねハンドルこうやって無意識にダラーンとして運転してるとやっぱり覚えないんですよ。なので重要なね、まあ、ステアリングワークとかも今後やっていきますけれども、ステアリングなんかも本当に重要な要素ではあるので、その辺をですねしっかりと、まあ、学んでいくと、最終的にはですね、本当にその知ってるか知らないかだけで中上級ぐらいになってくると、上級に行けなかったり、また上級からエキスパートに行けないっていう、でそこで止まることが多いんですけど、もうその辺になってくるとプライドがあってね聞けなかったりするんですよね。そうならないためにやっぱり最初に知っておくってはすごい重要なことでもありますし、自分がね座学で覚えてると、これはね人に教えることができます。覚えてない人はね感覚でものを言うとね人に教えられないんですよね。やっぱり人にいろいろね指導していくっていう面では、最終的にはねすごく自分のためには一番いいのかなと思いますので、ぜひね、チャレンジしてみてください。はい、今回はですね、まあ、一番重要なアクセルオンオフで車がどう動くのかっていう意味でね、まあ、アクセルを踏むと後ろが沈むっていう、まずそこら辺をしっかり覚えて体で感じられるように練習してみてください。はい、今回は以上です。次回はですね、まあ、ステアリングの、まあ、話を少ししたので、ステアリングワークをちょっとやっていきたいと思います。はい、今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。